今日はトレーニングというトレーニングがもう終わって筋肉をでかくするというのがトレーニングではなくて、うん、200人ぐらいです。おぉーティームフレー頑張るぞ。Welcome to ビッキーでチャンネル。いよいよ最終日ではないんだけども、トレーニングは最終日。明日もう一日カーボローディングしてゆっくり体を休めて、いよいよ J カトラクラシックに出陣となりましたということで、まずはまず一つお知らせしなくちゃいけないのは、まあ、彼らにはまだ内緒なんだけれども、シンとユダイも一応出場できるということで、トレーニングの後に二人には報告したいと、報告というか、まあ、通達したいと。まあ、彼らも頑張ってたのね。で一応彼らもあの龍馬とカズと同じように調整をしてということで、まだ言ってないんだけれども、最終的にはコンテストに出るということで準備をしています。で今日は、トレーニングというトレーニングがもう終わって、筋肉をでかくするトレーニングではなくて、まあ、体のコンディションを整えるというか、血流を増して、で今までこんだけ毎日毎日トレーニングしてきて、急に何日も休むと、やっぱり俺個人的にはやっぱり気持ち悪いというか、やっぱりまあちょっと体を動かしておいた方がいい、完全に休むよりは。ただ明日に関しては完全に休めて、で彼らの疲労もかなりピークになっているので、まあ、若いといっても、まあ、俺は20代というのを考え、あの時を思い返してみても、結構まあ最後は、まあ、ちょっと歩くのもやっとみたいな感じになるので、まあ、しっかり休んで最後土曜日に元気よくステージに立つと、力強くステージに立ってほしいということで、今日は全身を軽くパンパンとさせるだけで、あのやってる時に、まあ、あの自分で筋肉をこうパンパップさせる以上の刺激になってるなと思ったら、まあ、重量を軽くするということで、あえてここでやりすぎないと。で4人に関してはカーブアップをもう始めてるので、結構パンプするから楽しくなって、ここでやりすぎちゃうと良くない、ね、では早速胸と背中から。結構最後の調整が大事なんですか？まあ最後の調整は大事だけど、ここまでで体が仕上がってないと意味がないので、だまあ仕上がってれば最後の調整でまあこれは体のもちろん体を良くする人もあるんだけれども、やっぱりあのいつも そのメンタル的なものも、だからもしかしたらここで完全に休んだ方がいい場合もある、2日ぐらい。俺は結構今まで毎日死ぬほどトレーニングしていて、急に2日休むと結構何をやっていいか分かんないっていう、でそうすると余計なことをやる、そういう悪いサイクルになる場合があるので、ある程度気持ちを紛らわすために軽トレーニングをするということもあるんだけど、まあ炭水化物をカーブアップで多分2倍3倍ぐらい、その老化物を使ってるんで、その血流を良くすることによって炭水化物を要するに血中 あの血糖を要するに筋肉に運ぶと、うん、だからそれがさっき言ったやりすぎると燃えちゃうので、グリコーが燃えちゃうので、そのうまい頃合いを見てやる。次あの2人の女性ボディビルダーと一緒にトレーニングするっていう、トレーニングするの、あそれ聞いてない、あ聞いてない聞いてないそれデビンがやるの、あデビンやるの分かんない、誰ですか？2人、あの1人はオーストラリアの人で、うん、もう1人はまあここのラスベガスに住んだけど、うん、
巨大な足を持つボディビルダーと足を一緒にやるという企画を今日やりたいと思います。3時から、はい、ジェイ・カトラーの試合は前回のサムソンの大会と比べてレベルはどう、なんか例年どうなんですか？聞いたところによると出場選手は2倍、200人ぐらいです。おで、うちのジュニアも何人か来てたけど、あのここら辺の地元の人だけじゃなくて結構いろんなとこから来てるね。ハワイからも来てたし、なんか他の州からもいっぱい来てるから、それだけ注目されてるんだ。だからまあレベルは自然と高くなるから、やってる方としてはやりがいがあるんですか。新しい。Six, five, four, three, two. 日本帰ったらでもすぐですね。はい、2週間、大体2週間後に大会1本出て、また2週間後に連戦、はい、頑張ります、ちょっとその5月21日に山岸さんとまた会うんで、ちょっと下手なことできないんで、頑張ります。いいプレッシャーというか、出だしはいいんじゃないですか、一番ね、うん、そりゃもう今年のもう良くなかったら、ね、まずいです、プレッシャー頑張ります。最後はあんまり言うこともない生徒さんに、うん、いやもう彼らはもうやるだけやったっていうか、俺も驚くぐらいのトレーニングの量をこなしてるようになったから、だからまあこれ以上なんかできたかって言ったら多分できないと思うので、まああとはもうジャッジに任せる。よくやったと思う。Oh, shit.
今回は何回も今までカメラの前で言ってきたんだけれども、まあ、トレーニングの質もそうだけども量をとにかくこなせたな。だから最初から比べたらやっぱり自分でも最後の方はまあもちろんきついんだけれどもこなせてる自分がいたっていうのは分かったと思うんだけども、まあ、素晴らしいと思うわ。だから俺も現役の時やってたことだからどれだけの運動量かもどれだけの強度かも分かるし、まあ、これはそれをこなせるようになった3ヶ月すごい楽しいから、でもそれが体に現れてると思うから、まあ、あとは2人がそのままぶつけるとか頑張ります。で、前回出れなかった雄大とシンも今回出場ということでありがとうございます。これはもうもちろん、この体見てもらえばもうやるディザーブということでもう値するね、これも出場権を与えするので、まあ、4人でチームに出れるということで期待してます。先生のお言葉を受けていかがですか？3ヶ月やってきた感想を、はい、そうですね、はい、最初ちょっとやった時はもう1週間以上筋肉痛が続いてて正直これちょっと本当にこなせるかなっていうのはすごい心配だったんですけど、やっていくうちに体も慣れてきて強度高くこなせるようになってきたんでかなり自分としては自信がつきましたね。でそれに応じて体が変わってきたっていうので非常にいい経験ができたと思います。はい、大変でしたか？そうですね、違ううちで結構、うん、初めて熟知のことだったんで減量とかも、うん、体が一番なんか面倒くさかったな。取り扱いが難しいなお前は観察、うん、体の調整調整が難しい。ダイエットが食事内容を何回変えていて、うん、他の3人が結構順調だからな、うん、ちょっと心配だったけど最後はさすが合わせてきて、さすがトレーニングだけじゃなくて食事の方の体のなんかこの特殊な対応、まあ、今回がいろいろ環境が違ったからかもしれないけれども、うん、だから難しいケースではあったよね、うん、だからまあ俺も考えたら真の努力もあって最後は合わせてきたっていうところはやっぱりさすがだと思うけど、はい、ちょっとだから今回いろいろ勉強になったね、はい、やっぱり終わってからもちゃんと自分で勉強するっていうかそれも大事だなと思いましたね、うん、はい、いかがですか3ヶ月終わってみたらあっという間っていうか、うん、それはすごい感じてて、で来る前は長いって思ってたんですけど、こっち来たら今日迎えたらもうあっという間っていう感じで、トレーニングはやっぱりやる前なんていうんですか、その日ジムに来るまでやっぱちょっと緊張するっていうか、なんていうんですか、やっぱいつもきついんでそのプレッシャーがあったんですけど、やっぱ終わった後の達成感とか、山岸さんと一緒にトレーニングできてるんでデプリート中も強度高くしっかりできたかなというふうに思うので、なんかあとは大会でちょっと勝っていい感じで最後締めくくれるように残り2日ですけど頑張りたいと思います。はい、いかがでしたか3ヶ月3ヶ月本当に濃すぎる3ヶ月間で、本当にもう誰よりもいい環境でトレーニングできたっていうのが一番のもう
強みですね、はい、で、もしこの企画に参加してなかったら僕何年かけてもこの知識とか技術身につけれなかったと思うので本当にすごいいい期間でした。大会では前回僕は2位で終わっているので必ずリベンジをして日本に帰ろうと思います。はい、以上です。はい、ということであと2日、うん、J カドラクラシックまで、うん、まだ気を抜けないけどな、うん、あと2日やりきりましょう、はいはいはい。トータルで 1,2,3,4 セットやるわけだけど、その4セット目にこれは4分の1ティースプーン体から離さない。トレーニング前中後特におすすめしているのはトレーニング後やはり